人気グループ嵐の公式 SNS が6日、メンバーの大野智、櫻井翔、松本潤がターニングアップ R3 ハビーリミックスに合わせて踊る動画を公開した。動画曲は昨年11月3日に初のデジタルシングルとして全世界に配信されたターニングアップを世界トップクラスの DJR3 ハブがリミックスしたもの。今年1月24日には各種ストリーミングで配信がスタートした。この日の投稿ではどうもみんなトゥールニングアップ R3 ハーブレム9の曲を使って3人で踊ってみましたとダンス動画をアップ。横一列に並んだ3人がシンクロして踊りる様子が捉えられており、ハッシュタグをつけて真似して踊ってみてねと呼びかけた。ダンスは子供から大人まで幅広い世代のファンが真似しやすい振り付けとなっており、ファンからはこれなら私にも踊りれるかも、これなら踊り学習の私でもできるかな、本家の振り付けは私には難しすぎたのでありがたいといった喜びの声が殺到。他にもお茶目で素敵な3人のダンスありがとう、珍しい組み合わせ、ノリノリなの可愛い、3人でだんだん近づいてくるの最高、ニヤニヤ止まらない3人の楽しそうな姿に癒される、などの反響が相次いでいる。